ブーン。こんにちは。ミントです。ブーン。アルバートパークサーキットで予定されている2020年の F1 開幕戦オーストラリアグランプリは開催自体が未だに不透明な状況になっています。1996年以降、今年で25年連続で F1 の開幕戦となっているこのコースは、これまでに一度もコースレイアウトが変わったことはないため、純粋に過去と現在のタイムを比較できる数少ないサーキットなんですよ。今回は1996年からのアルバートパークサーキットでの予選レコードタイムを見てみましょう。1996年、ジャック・ビルヌーブ、1分32秒371。この年、ウィリアムズ・ルノーから電撃デビューを果たしたカートの現役チャンピオンのジャック・ビルヌーブが、いきなり予選でポールポジションを獲得し、決勝でも残り5周までトップを快走していましたが、マシントラブルの影響で惜しくも2位となり、世界中にビルヌーブという名前を知らしめたレースでした。1997年、ジャック・ビルヌーブ、1分29秒369。ウィリアムズ・ルノーで2年目を迎えたビルヌーブは、予選でチームメイトのフレンツェンに1秒7もの大差をつけ、1分30秒を切る、とんでもないタイムでポールポジションを獲得しました。しかし、決勝では1周目にフェラーリのアーバインとの接触で、あえなくリタイアしてしまいました。2001年、ミハイル・シューマッハ、1分26秒892。この年、ただ一人1分26秒台をマークした、フェラーリのシューマッハが決勝でも難なく優勝し、その勢いのまま、2位の2倍近いポイントを獲得し、見事にタイトルを獲得しました。2002年、ルーベンス・バリチェロ、1分25秒843。フェラーリのバリチェロは、シューマッハを1000分の5秒抑え、ポールポジションを獲得するも、決勝では1コーナーで8台が絡む事故によりリタイアしてしまいました。大波乱となったこのグランプリの完走台数は8台、同一周回のマシンはたったの3台で、シューマッハが制しました。2004年、ミハイル・シューマッハ、1分24秒408。フェラーリの黄金時代が続いていたこの年、シューマッハが1分24秒台でポールポジションを獲得し、決勝でも一度も1位を明け渡すことなく、そのまま優勝しました。2010年、セバスチャン・ベッテル、1分23秒919。この年、レッドブル・ルノーのベッテルが予選 Q3 で、ただ一人1分23秒台に突入する速さでポールポジションを獲得するも、決勝ではブレーキトラブルでリタイアとなり、マクラーレンのバトンが優勝を飾りました。この年、ベッテルがフェラーリのアロンソを4ポイント差という僅差で上回り、自身初タイトルを獲得したんですよ。2011年、セバスチャン・ベッテル、1分23秒529。この年も、予選で唯一1分23秒台を叩き出したベッテルが、ポールポジションを獲得し、決勝では2位に20秒以上の大差をつけ、そのまま優勝しました。2017年、ルイス・ハミルトン、1分22秒188。現在まで続いているメルセデス黄金時代のこの年、1分22秒台に3人が入り、ハミルトンがポールポジションを獲得しました。決勝ではタイヤ交換で2位から逆転したフェラーリのベッテルが、その後素晴らしいペースを見せ、最強メルセデスを倒し、2年ぶりの優勝を飾りました。2018年、ルイス・ハミルトン、1分21秒164。この年の予選タイムは1分21秒台に突入し、ハミルトンが2年連続でポールポジションを獲得しました。決勝ではバーチャルセーフティーカーが出たタイミングで、タイヤ交換に成功したベッテルがハミルトンを逆転し、5秒の差をつけ、2年連続で開幕戦を制しました。2019年、ルイス・ハミルトン、1分20秒486。2019年は、メルセデスの2人だけが
1分20秒台に入るという異次元の速さを見せ、ハミルトンが3年連続でポールポジションを獲得しました。決勝ではタイヤ交換後のペースが上がらないハミルトンに対し、ボッタスが素晴らしい速さを披露し、ハミルトンに20秒以上の大差をつけ優勝しました。このように過去24年で12秒近くタイムが縮まっているんですね。それを考えると F1 の技術ってほんと素晴らしいですよね。今年の開幕前テストでは昨年を上回るようなタイムを記録しており、レコードも更新されそうな予感がします。そうなるとついに1分20秒を切るタイムとなりそうですね。皆さんは今年誰がポールポジションを獲得すると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。